これ抜けられるの？上の方から。あ、いた。よいしょ。これ抜けられないよね。どこ？さっきのところ。何、どういうこと？あの、まあいいや。林道？林道じゃないよ。あの見晴らし台からのルートってこと？そう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 。いや多分、あ、わかんない、見てなかった。でも横の草木から抜けるんじゃないかなと思うけど。抜けるかな。多分抜けると思う。車がダメなだけ。そういうルートもあるし、うん、ここはちょっとゆっくり行こうか。あ、月が見える。今充電中？いや、充電してないよ。誰、借りていいの？あ、どっちでもいいよ。そっちはどんくらいかな。そんなにだけど、そっち優先しちゃっていいよ。あ、いいよ、じゃあ。いや、そっち。でも2つあるから1個使えるんじゃないの？するべきだったね。うん、実はめちゃくちゃ山頂見えてたね。でそれのこっち方向でしょ、行った時が。100円で売るのは無理があるよ。
カップラーメンだって大体単価な高くても300円以内じゃん、うん、300円はしないじゃん確か。それをいきなり450円っていうのは無理があるよ。生麺だったらもっと高くいけるかもしれない。結局ドンキに来る人たちってみんなやっぱ値段安いから来てるだけだ。まあ高いものには興味持たないですよ。うん。
ちょっと危ないでしょ。さ坂だからさ、みんなに逆光で見えなくて、集中みたいになるじゃん。だから左に入らなきゃっていうので、もうウインカーしか開かないんですよ。乗り込んでみよう。どこに開けようとしてんの？って思うんだが、違うの。本当にこれどこ行っちゃうの？こんな。これ風だ、これ。やばい道風だ、これ。